私の名前はハル、地味で冴えない女子。見ての通り陰キャじゃなくて地味女子だ。昔から食べることにしか興味がなかった私は、周りの高校生デビューに乗り遅れ、今ではカースト最低編をまっしぐら。そりゃもうチュール目の前にした猫のように、にゃおー。せめて他のみんなみたいにメイクくらいはしてみたいけど、今さらメイクの方法なんて聞けないし、雑誌を読んでも全然わかんない。アイブロウ、ユーラー、ブロース、何それ、何語、必殺技かよ。日本語で頼む。はーるちゃん、あ、チーズ、パシャク、顔マジウケる。早速 SNS にアップしちゃおう。あーちょ、勝手にそんな。はい、完了って、はや、操作はや。この子はクラスメートのエリカちゃん。エリカは SNS のフォロワー3000人を超える自称ネットアイドル。かっちり二重の可愛い自撮りが好評で、 SNS に写真がアップされるたびたくさんのいいねがついているけど、そのどれもがマスク姿でその素顔を晒すことはない。なぜなら、にしてもこの激ヤバダサジミハルちゃんに比べて私の美少女っぷり半端なくない？超漏れてる。うっとり、マスクの下激ヤバに言われたくないのよさ。ああ、なんか言った？なんでもないです。エリカちゃんはマスクで隠して可愛さを偽っている、いわゆるマスク詐欺女子だ。目の下のパーツはお世辞にも可愛いとは言えないパーツをしていて、なんというか残念すぎる。それだけなら本人の問題だし私には関係ないんだけど、問題はこの性格。エリカちゃんは私やクラスメートの容姿を嘲笑ったりと、日々ドキュンな言動が目立っている。その中でも一番ひどいのが、クラスメートにツーショットを強要して無許可で勝手に写真を上げることだ。しかもそのどれもが自分が際立つように相手をわざと変に写す写真ばかりで、正直ものすごく嫌だ。でもそれを咎めると、そんなのいいじゃん、フォロワー3000人の大人気 JK ネットアイドルのエリカちゃんのアカウントに自分の写真が載るなんてめちゃくちゃ光栄なことだよ。友達に言いふらしてもいいからと言うんだから、もう反論する気力も出ない。ドキュンってなんでこんなに言葉通じないの？てかファッション誌とか読んでるのウケる。私がメイク教えてあげよっか。メイクです。あー、でもハルちゃんは私みたいに可愛い顔じゃないから参考にならないか。苦行、話聞いてる？そうだな、ちょっとメイク上手くなって私と並べるくらいになったら配信に出してあげてもいいんだけど、はるちゃんにはまだ早いかな。じゃねー。二度と話しかけてくんじゃねー。その日の下校時、見てよこれ。え、これラム？あくびしてるところたまたま撮られたの。ほんとたまたまなの。私も今日ひどい写真撮られちゃったんだよね。ああ、もしかして今日アップされたこの写真？確かにこれはひどいわね。笑うな。だってこの春、ダサ。うるさい、うるさい。にしてもあれだけ自慢するだけあってコメントすごいね。エリカちゃん今日も可愛い、今度配信してほしい。だって春のこと言ってるコメントもたくさんあるわよ。え、なになに？友達の表情超ウケる。エリカちゃんの友達にしては普通っていうか結構地味な女子だな。だって仕方ないでしょ、急に撮られたんだから。つうか地味とか余計なお世話だっつーの。なんでこいつ、アカウント特定して嫌がらせしてやろうか。陰キャ女子なめんなよって。あー、陰キャってやっちゃがちっくしょう。まあまあ、でも最近のエリカはちょっと老いたが過ぎるわよね。他のクラスメートもヘキヘキしてるみたいだし。あ、ねえハル、ちょっと計画に乗らない？え、計画？ちょっと痛い目見てもらわなくちゃ。あんやだ。そうしてラムちゃんと私のとある計画がスタートした。ねえエリカ、よかったら今度エリカがいつもやってる配信にゲストで出させてくれない？何よ急に、
私の配信に一般人を出させるわけいかないの。無理。そこなんとかお願い。私たちいつも可愛いエリカちゃんに憧れてるんだ。しょうがないわね。私の配信に出れるなんて光栄だと思いなさいよ。これは友達特典ってやつなんだから。その代わり配信でちゃんと私のこと可愛くて優しい親友ってアピールように。もちろんよ。ねえハル。はい。そして早速放課後、私たちはエリカちゃんの家に行き、配信がスタートした。みんな今日も可愛いエリカちゃんの配信に来てくれてありがとう。今日もたくさんのフォロワーちゃんたちが見てくれてすっごく嬉しい。きつー。さすがフォロワーが多いこともあり、エリカちゃんの配信の閲覧者はどんどんと増えていき、それにつれてエリカちゃんのブリブリっぷりは上がっていった。エリカちゃん今日もめちゃかわいい。配信リアタイできてラッキー。あーみんな優しくて嬉しい。あそうだ、今日は友達が来てくれてるの。みんなに紹介するね。やっと紹介してくれた。はーい、ラムよ。エリカは天敵じゃなかった、大親友なの。よろしくね。ハルです、よろしく。もうハルちゃんかったい。いつもみたいに面白い話してよ。うるせえっていうかいつもしてないだろ。ラムちゃんマジ美人。高校生とは思えないほどセクシー。あらみんなありがとう。ハルちゃんも素朴で可愛い、友達になりたい感じ。嬉しい、ありがとうございます。私たちが配信に登場すると物珍しさからかコメントは私たちのことばかりになっていった。配信って楽しいわね。今度私単独でもやってみようかしら。何やるの、髪ピンク染め講座とか。髪ピンクをバカにしてんじゃないわよ、このヘンチクリンお団子。ラムちゃんとハルちゃんのやりとり面白すぎ。何よラムとハルばっかり、これじゃ私が目立たないじゃない。ラムちゃんはメイクが得意なんだよね。私にもやってほしいな。ええ、いいわよ。今日ちょうどメイク道具持ってきてるの。じゃ、マスク取って。え、マスクはちょっと。いつも私たちの素顔を無許可で勝手に SNS に上げてるじゃない。なのに自分の素顔はダメなわけ。え、あれ無許可だったの、まずくね。てかそんなに嫌がるとか、もしかしてエリカちゃんマスク詐欺。わかったわよ。もう特別大公開だぞ。これが本物のエリカちゃんです。とったー、ついにアンダージャマスクが大公開された。エリカちゃんの素顔がインターネットの波に乗った瞬間、今までエリカちゃんをベタ褒めしていたコメントの様子がガラリと変わり始めた。こんな顔だったの。だからいつもマスクしてたのか。そのくせ友達の写真は何も修正せずに、しかも無許可、やばすぎ。みんなどうしたの。さすがに勝手に写真をあげるのはダメだと思います。マスク詐欺って怖ー、もう誰も信じない、カッコキリ。てかあごこれは予想外ですわ。どうしたのかしら。じゃあ目標変更して春にメイクしちゃおうかしら。はいはい、ほらここ座って、前髪ピンで止めて。はい、ほら早く。そしてなぜか流れでラムちゃんにメイクされることになり、私はされるがまま次々と顔面にいろんなものを塗られていき、あとは春の肌色に合った薄いピンクを頬骨あたりに少しのせて完成。あ、わー、ほんの数分で私のメイクは完成。鏡に映った私はまるで別人で感激。眉も少し整えたから、これで毎日描きやすくなったでしょ。あとは似合う色も見繕ってあげるから、後でメモしておきなさいよね。すごい、あっという間に雰囲気変わった。ラムさんメイクうまい。
まあ、私にかかればこんなもんよ。自然な可愛さが好き。はるちゃん、ファンになりました。私、初めてラムちゃんのことすごいと思った。ありがとう。初めて？ちょっと聞き捨てならないわよ。そうして、私とラムちゃんの雑談もほどほどに。その日、エリカちゃんが始めたはずの配信は大盛り上がりのうちに終了した。そして次の日。ねえ、エリカの SNS 見た？え？あ、削除されてる。昨日まであったエリカちゃんの SNS は綺麗さっぱりになくなっており、もちろんそこに無断でアップされていた私やラムちゃんの写真も削除されていた。そのことをエリカちゃんに聞くと、ずっと好き勝手悪口言って無許可でみんなの写真あげてたけど、同じようなことされて分かったの、最低なことしてたって。エリカちゃん、私、自分の顔に自信がなくて、なのにマスクさえすればみんな可愛いって褒めてくれたから嬉しくて調子に乗ってたんだ。 SNS なんかで女の価値は決められないわよ。え？そうだよ。それにエリカちゃんはちゃんとメイクの勉強して努力してるじゃん。私なんかより偉いよ。はるちゃん、これまで勝手なことしててごめんね。これからは普通に仲良くしてくれる？もちろんね、ラムちゃん。ま、十分反省してるならいいわよ。そして私たちとエリカちゃんはこの事件をきっかけに仲良くなり、平穏な学校生活が戻ってきた。その後、ラムちゃんとエリカちゃんからスパルタメイクレッスンを受けて、私が地味女子を脱出するのはまた別のお話。ラムよ、最後まで見てくれてどうもありがとう。私の作戦のこのこしびれたでしょ。まあ、ちょっとかわいそうなことしちゃったかもしれないけど、今じゃみんな仲良しなんだし結果オーライよね。スカッとした人、高評価ボタンちゃんと押してちょうだいよ。それからチャンネル登録がまだの人、登録してくれたらこれからサービスしちゃうわよ。なんちゃって。あら、冗談のつもりだったんだけど、本当に登録してくれたの？どうもありがとう。それじゃ、また会いましょう。トプラの漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。